ああ、今日もダメだ。疲れたー。上司も上司よね。一体何が気に食わなくて私に当たってくるのかなー。ああ、イライラするー。こんな日は忍さんのアーカイブ見ないとね。えって、今日は配信やらないのかなチェックしないと。うーん。あ22時からやるんだ。 やっぱり疲れてるときはしのぶさんの動画を見るに限るよねうんうんとりあえずご飯食べてお風呂に入ったらいつの間にか配信時間になってるよねいつの間にかご飯もお風呂も終わってたしのぶさんの配信までまだ時間ある残りの時間は何しよっかな うーん、少しだけ仮眠取ろうかな最近あまり寝れてないしよし少しだけ寝ちゃおうっと <laughs> 今何時え23時って忍さんの配信始まってるじゃんやばいやばい さん、まだ続けるんだ私がコメントしたら続けるって言ったよねまさかそんなことないよねだって私なんて一視聴者だしそれに忍さん綺麗な人だしたまたま私のコメントが目に入っただけだよねでも少しだけ 勘違いしそうになるしのぶさん私忍しのぶさんのこと大好きになってしまいそうですもちろん今も大好きなんですけどそれとは違って恋愛的な意味でそういえば ぶさんの恋愛事情とか何も知らないないずれ配信で話してくれたりするのかなうーん聞きたいような聞きたくないようなこの感情は何だろう私ぶさんとどうなりたいのかなああ握手会当たるといいな 少しだけだろうけど話せたら私の気持ちをいっぱい伝えられるのにあー仕事のことよりも忍さんのことで頭がいっぱいあいけない配信に集中しなきゃせっかく忍さんが配信延長してくれたんだからへえ忍さんって猫が好きなんだ私も猫好きだから握手会当たったらそれの話もしちゃおう <laughs> 今日もいい配信だったなそういえば明日は握手会の結果発表だよね楽しみ今日の配信は何時からにしようかないつもと同じ22時でいいかしらよし配信予約も取れたしあとは夜を待てばいいだけね他にも SNS をチェックしておかないと。 DM が溜まっちゃってるな一応見てはいるんだけど個人でやり取りするのはいけないわよねあのことやり取りができたらどれだけいいことかはあ私と連絡を取りたい人はいっぱいいても私が連絡したいのはっていけない一人のリスナーを特別扱いしちゃいけないわよねいつからこんな風になっちゃったのかしら 私ってこんなに欲深い女だったはあ自分が嫌になってきちゃう握手会も千尋ちゃん来てくれるのかな当選だし来れる確率も低いわよねもし千尋ちゃんが落選しちゃったらどうにかして入れさせてもらおうかなそれか事務所の人にお願いするとかいやいやそれこそ事務所の人にダメって怒られちゃうわよね もうこんなに心が乱されるなんてあもうこんな時間そろそろ配信の準備をしなきゃマイクの位置も大丈夫よねよしふぅ皆さんこんばんはしのぶチャンネルのしのぶです今日はとても天気が良かったですねいつもは部屋にこもってばっかりなんですけどお散歩してきました皆さんは今日何しましたか 買い物行ったたりしたんですねあ、私と一緒でお散歩した人もいますね <laughs> 皆さん楽しそうでよかったです今日は特別な配信ではないんですが皆さんと一緒にお話できたらなと思っていますあそういえば明日は握手会の結果発表ですね当たった人は握手会の時に是非会いましょう当たらなかった人は また握手会をしたときに会えると嬉しいですあ,あコメントがすごい流れてて追いつかないですそんなに楽しみにしてくれているんですね嬉しいです私も皆さんに会えるのを楽しみにしています当日は少しだけですが話せる時間もあるので楽しく話しましょうねさて今日は私の身の上話でもしようかな <laughs> いつもは自分の話をしないから喜んでもらえるかわからないけどみんなのコメントを見ていると嬉しそうな声がいっぱいでよかったですそんなに楽しい話じゃないけど私の家族構成は父母姉がいるんです姉は私と違ってとても元気いっぱいでアクティブなんですそれから よーし、今日も仕事頑張ろう14時になったら握手会の当落メールが来るからそれまでドキドキだうーん仕事に集中できなくなりそうでも仕事でミスがあると上司がうるさいから頑張るしかないか14時までの間頑張るぞあ14時になった確認しなきゃ 到落メールとあったどれどれえお落ちてるうそ手会落ちるとは思わなかったショックえじゃあしなぶさんに会えないってことだよねやだ もうやだ今日仕事できない早退しようはあただいまもう絶望すぎてダメだこんなことになるなんて思わなかった SNS で愚痴ろしのぶさんの握手会当たらなかった 仕事も早退しちゃいましたと。わ他にも当たらなかった人いるんだそっか私だけじゃないよね。わこの人当たってるいいなぁなんか泣きそうこんなに忍さんのこと大好きなのに仕事も頑張ってきたのに。 こんなことって、あるん DM が来てるって、えー、し、しのぶさんな、なんでな、内容は…握手会のチケット渡せますってどういうことまさか、これって偽アカウントでも。 公式マークついてるしてか私フォローしてるし本当にしのぶさんなんだえ、返事した方がいいんだよねえっ、ー、と突然で驚きました握手会のチケットをいただけるんですか、えっとなんか不愛想な返事になっちゃったなもっと愛想いい返事にすればよかったな でも緊張しちゃってうまく言葉にできなかったんだもんうわっすぐ返事来きたえー、っとえー、っと「郵送します」って本当にチケットくれるんだでもいいのかな他にも行けない人いっぱいいるのにでもでもこんなこと二度とないかもしれないもんね 神様今回だだけは許してください TM のやり取りもご本人からチケットをもらうのも今回限りにします、はあ、そしたらしのぶさんに私の住所を教えなくちゃよくよく考えたら私忍しのぶさんと TM してるのすごくないスクショしちゃおう後世に残すんだから。 幸せいっぱいで寝れそう <laughs> しのぶさん夢でも会いましょうねえ千尋ち,ちゃん外れちゃったんだそりゃそうよね100名にしか当たらないんだものでも来てほしかったなあ事務所の人にお願いすればチケットもらえるかもしれないわよねそうしましょう ももしもし、忍です。あの今回の握手会のチケットなんですが母が外れちゃったみたいで無茶なお願いをしているのは分かっているんですが1枚だけチケットをいただけたりしますかえいいんですかあありがとうございます母も喜びますはいそしたら郵送でお願いしますはい 失礼しますよよかったーこれで千尋ちゃん来れるわよね事務所の人には嘘をついちゃったけど落ち込んでる千尋ちゃんを無視することなんてできないものどうやって千尋ちゃんに送ろうかしらあ DM で連絡しちゃえばいいわ私から DM が来たら驚いちゃうかもしれないけどうんこれでいいわよねあれ もう既読ついてるわずっと SNS を確認してたのね返事来たわ <laughs> 遠慮してる姿も可愛いわね千尋ち,ちゃんの家の住所も聞けたしあとは遅れだけねってここまでされて私のこと嫌いになっちゃわないかしらそれにうーんリスナーだとしてもここまでやるのって行き過ぎ 私は千尋ちゃんのことが気になっちゃうからここまでしてるけどもしかしたら千尋ちゃんにとっては気持ち悪いって思うかもしれないわよね今回限りで私から千尋ちゃんに何かするのはやめておこうかしらそれがいいわよねじゃないと他のリスナーがかわいそうだわうんそうしましょうあいけない 握手会に向けけての準備をしななきゃいけないんだったちひろちゃんも来るしい張り切って準備しようかわいい家具とか置いちゃおっかな千尋 <laughs> ちちゃん喜んでくれるといいなってまたちひろちゃんのこと考えちゃってるもしかして私ちひろちゃんのことを特別な目で見てるただのリスナーじゃなくて恋愛感情を持ってるの でもそうよね、そうじゃないとここまで考えないわよねそれに事務所に嘘をついてまで千尋ちゃんのためにチケットを用意してるんだものうん握手会の時に会ったらこの気持ちが何なのかわかるわよね恋なのかどうなのか握手会が待ち遠しいわ